お帰りなさい、翼さん。今食事作ってますから、ちょっとソファで休んでてください。おめえが不幸か？娘には見えねえが、どっからどう見ても変態だな。誰だ？翼さんに何の用だ？おめえには用はねえ。服を買って娘の様子を見にな。貴様何者だ？不法侵入だぞ。あれか？俺はデカだよ。だから勝手に入っていいんだよ。令状見せろよ。令状がないと勝手に入ることは許されないんだ。おめえこそなんでヘルメットしてんだ？関係ないだろそんなこと。これは翼さんへの服従の印だ。僕の肉眼は翼さんを直視するためのレーザービームなんだよ。その他の無駄な視界はシャットアウトする。そのためにヘルメットは必須ものだ。分かったか無能デカミ。ダメだ、これ完全にいっちゃってるぜ。あれ、おめえの目赤く光ってるぞ。死に損ないが、成仏するにはお嬢ちゃんに頼らなきゃいけねえなんて情けねえ生き物だな。まあ変態にはたまらない関係なんだろうが。青山だ、こっちは片付いたぜ。青山さん、やりましたよ。ついに、ついに。誰だ？社長か？どうした？やっと抑止になれそうですよ。やばいです。体が壊れそうだ。でもね、これで僕の目指していた到達点に行けるかもしれません。今、やっと気づきました。すげえな。やっぱ抑止って。体が沸騰してますよ。ズキズキしてます。青山さんにも見せたかった。超かっこいい抑止だといいな。何言ってんだよ、所長。しっかりしろよ、おい。正義のヒーローですよ、抑止は。青山さん、僕と戦ってくれますよね。何バカなこと言ってんだ。早くこっちに戻ってください。僕と殺し合いしましょう。バカが。おい、所長、なんだ、何があった？なあ所長、返事しろ。青山捜査官か。
所長は始末した。こっちは万事 OK だ。は？警部補か。なんだ、何が起きたんだ。全然把握できねえよ。はあ、説明してやるよ。どうやら俺も出来損ないの抑止のようだ。変化するのも時間の問題だ。なんだと？ちょっと錯乱してな、魔が差したんだ。詳しいことは後で話す。警察署で待ってる。